はい、皆さんこんにちは。コミツアップスターズのひろゆき局です。そして、はい、どうも皆さんこんにちは。新人ライターのルイです。よろしくお願いします。お願いいたします。今回何をしていくかっていうと、巷ではじわじわちょっと評価が上がってきてるイメージのあるこちら、ジャッジメント。いや、増えてきた。いや、増えてきたね。僕も実際使ってみて強かったんで紹介してみたいと思うんですけど、まずはこちらのね、いつも通りステータスからちょっとね見ていきたいと思います。ルイ君、このステータス見てどう？いやーってか待って、ライフもすごい。タンクタイプなんですけど、はいはいはい、それも相まってライフは多いんだけど、いや、ロブがすごい圧倒的。まあこれ僕がちょっとねバレットで振っちゃってる部分もあるんですけど、これ4も増えてんだよね。もともとが6メモリですよね。そうそうそう。で今4増えてるも圧倒的ロブ力で、ギャング説明ちょっと見ていきたいんですけど、拷問が好きな極点の警官、ギャングは腰の耐久力持ち。結構やばいやつ。乱戦でも安定した立ち回りを可能とします、うん、武器の射程は短いですが、相手を拘束足止めするアクションを持ち、殴り合いでも一方的に負けることはありません。ただし機動力が低いため逃げることに関しては点で苦手です。最後まで耐え抜くことが求められるでしょうということで、うん、はい、射程は 20m。 うん、ダンテと同じね。アイアムチャンピオン、かっこいい。はい、まあチャンピオンベルトまとい一定時間強力なバリアを張ります。効果値は全てのダメージをバリアが吸収します。バリア攻撃を受けると効果時間が減少しますってことでね、これアタック補正小って書いてあるけど、これ攻撃ないよね。アタックなかったっけよね。ないはずですね。でロブ補正が中ってなるけど、これロブも別に意味ないよね。お金の攻撃スキルっていうよりはバリアを張るスキルみたいなイメージだった気がするので、うん、うん、まあ、この辺は気にしなくていいかなってことで。で、アクション、こちらなんていうのかな、ペナルティーチケットかな。ペナルティーチケット。高速ロープ式の手錠で狙ったギャングを自分の下まで引き寄せます。ダメージはありませんが、あらゆる追撃に派生できますってことで。これが射程30メートルあります。うん、はい、現状量だいたいジャッジメントのあるあるとしては、あのロープで引き寄せて、うん、あの数発打ち込んで蹴り近接攻撃を入れるみたいなのがすごい DPS が出るんだよね。で攻撃が出る、引き寄せて下まで、あの引き寄せますって書いてあるんですけど、敵転びます。うん、シンプルにこけるんで、こけてる間に一方的に殴れちゃう。そう、高速力があるということでね。で、アビリティが、わかんねえな。まあ、とりあえず極点ドルが落ちる量を一定額減らしますということで、これはもう常にうん、なってんのかな、これは多分ね。そうだね、これは常に減ってるってことで、うん、やっぱりお金を守ることには特化してるキャラクターかなと思います。そうですね、ちょっと実際の動きとかを見ていきたいと思います、うん、今ちょっとね俺のバレットで補強しちゃってる部分もあるんだけどね、ムーブ1だから、うん、まあここも結構意外とダンテと似てる。ムーブ2まで振っててこんぐらいだな。うん、やっぱ足はね、あの見た目通りのモーション通りの遅さと、ね、ガニ股でね。で、エイム攻撃はこんな感じで、1、2、3、4、5、6、7、7つかな。そうだね。で、これリロードいるから、まあ、ステップかなんかでね、定期的に、うん、いや、7じゃないな、1、2、3、4、5、6、あ、7か、当てるか、オッケー、はいはいはい。で、ギャングアクション、そう、これが結構強いな、これが強みというか、ちょっと待って、こいつ邪魔だな。あ、あとね、ギャングアクション、これ1回やりましたね。うん、2回連続でできます。そうそう、あのギャングアクションのゲージ的にはあの連発できる。で、引っ張ってきてここで追撃ができるよ、ね。俺今一番、俺2個手前ぐらいの黒天君狙ったら、なんか一番奥のさ、あのこれあの、ね、投げてちょっとこう移動されちゃったりすると、うん、あの避けられちゃうから結構当てるのは難しめかなと思います。今もなんかね、ターゲットマーク黒天君がついてたのに、なんか一番奥のね、うん、キャン、なんかエリートが、ね、からボタンを離してその有効範囲からあの逃げられちゃってると、もうこういう風な感じになっちゃうから、うん、そうですね、うん、タイミングは結構シビアだね。追撃の仕方見せといた方がいいかもしれない。そうだね、ちょっと見せようか。こうやって捕まえてから切ったところ、アタック。そう、これでね、近接攻撃が確定で入っちゃうっていう。近接攻撃は銃撃攻撃よりもさらに攻撃力が上がってるから、あのまさかのね、タンクのくせに意外と攻撃力が出ちゃうんだよね、うん、そうね、コンボとしてはマジで一番やりやすいと思う。で、最後にギャングスキル、こちらカチカチ、チャンピオンベルトをまとう、まとって、やっぱ攻撃ないよね。あれ、うん、今攻撃してたね。え、してた今、なんか極点くん、ほらほら、あ、ほら、ほんとだ、バリア内にいるとダメージがないって意外と、まあ、そういうことだったな。なるほど、ね、てか、あのバリア内にいると勝手にバリア割れるんだ。え、しかもそうだね、耐久度がこれはちょっと気をつけた方がいいポイントかもしれない。あのこのバリアなんですけども、うん、他プレイヤーの攻撃でもどんどん耐久値が落ちていくんで、うん、まあ、最後ね、本当に残り20秒とかで稼ぎたいって時に使うのがベストなギャグですね。そうだね、お金も落とさないしダメージも食らわないし、本当に時間稼ぎとしてはかなり優秀ということで、うん、お次は僕が実際にちょっと考えてきたバレットの組み合わせと、そのなんかね、強いところをちょっと簡単に説明したいと思います。左2枠が重要でして、まず体力回復、はい、これね、いやもうかぶっちゃう。これもうすごい嫌になるんだよな。これ強いんですよ。でまあない人はまあ別の体力回復とかで代用してもいいんですけど、これ何が強いかっていうと、ロブ力
も上がるし、さらに体力瞬間回復 30% とクールタイムが15秒なんですよね。15秒はダメだよ強すぎるよこれ。そうで、うん、ジャッジメント自体が体力多いので、こういうのこまめに使えたら本当に、あの 30% の恩恵が一番でかいキャラだよね。落ちない落ちない。リュウジとかもあの体力のステータスが下方修正入っちゃってるから、ね、今一番体力が多いキャラクターだよね、ジャッジメントは。まあ、これはもう本当にシンプルに強いですね。入れてください。もう一つこちら、エルモンテズマ、覆面レスラーですね。はい。まあ、こちらもね、もう書いてあること自体が強いですね。まあ、ステータスは6力に振ってて、まあ、ガード状態なりにダメージを軽減する。これ80、マイナス 80% なんですけど、効果時間がその回12秒と長いんですよ、他のダメージガードが。12秒はダメだよ。もうダメだよしか言えない人になっちゃったけどそうなんですよね。12秒でマイナス 80%、 まあこれあの HP が低いキャラとかだとあのマイナス 80% とちょっとね不安な部分もあるんだけど、そうそう、ジャッジメントだったら全然心配ないと、うん、100% ガードである必要がないないですね。ただこのエルモンテスマとかで気をつけてほしいのが、あの 100% ガードじゃないんで、例えばアリシアのギャングスキルとか、あ、そういうギャングスキルの必殺系だけは避けれないから、そこだけ気をつけてる。まあ耐えられるよね普通にね、80% だ。いや、アリシアでは耐えられない。格差つかない。うん、格差つだったけど、それは厳しい。じゃあそこだけ注意ということで。そう。この左2つは、まあ、個人的には必須ってことで。僕は必須だと思って。右2枠が自由枠なんですけど、今回ちょっと薬局ルーセレクトで選ばせていただいてますということで。はい、こちら。今回のコラボバレット。多分ね、SR なんで持ってる方というかね、多いと思うんですけど、トリッシュね。いやー、ロブが上がっちゃうんだよね。ね、ロブが上がっちゃうんだね。これが攻撃回収なんですけど、まあ、攻撃回収ってシンプルに強いですよね、やっぱり。あの、最後の30秒で、なんかあの、ターゲット近くにみんながいるときに壊して攻撃開始でそのまま取るってことができるから、うん、まあ、あると便利なスキルであることに間違いない。逆にないとね、うわーここないかーみたいな感じの場面多いよね。あの、もし攻撃開始を積まない場合は割とあの人の秒数によっては早めに壊しとかないと、あの最後攻撃開始で全部持ってかれちゃうから気をつけてください。はい。でもう一つはこちらは、まあ今回のコラボバレットなんですけど、こちらはまあ本当に自由枠ですね、まあ、入れても入れなくてもいいかなっていうことで、まあ一番ちょっとムーブのステータスの上がり幅というか、それがでかくて今回入れさせていただきましたということで、はい、足が遅いからね、うん、他の、まあ、そうですね、うん、他のバレット候補としては僕的にはマネーガードとか、あー、いいですね、ダメージガードってダメージは防げるけど結局お金は落としちゃうから、まあ そうだね、うん、そういった意味でマネーガードとか、あとあのさっき言ったアリシア対策とか、うん、まあ、ギャグスキル対策であの 100% ガード、青春バリケードとか白羽取りは、まあ、割とおすすめ。白羽取りだったらムーブも上がるしいいかもしれないですね。うんうん、はいはいはい。まあそんなところ、あとあのさっきも言ったんですけど、意外と攻撃できる、あ、そう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 、あのこういった感じでアタックに振るっていうジャッジメントも時々いるので、ありですね。だからアタックにしかないんですけど、こいつ意外と強いんですよ、ね、うん、そう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 、対抗性能低くはないから、そうそうそう、アタックに振るっていうのもあの場合によってはありかなと思ってます、うん、面白い、まあ、今回はねロブ寄りに寄せてやっていきましょう、はい、で今回もちょっとね実践交えて説明していきたいと思います。では見ていきましょう。はい、ではねジャッジメントやっていきたいと思います。はい、まあ、勝ち方としては、まあ、中央の金庫付近で張ってひたすらお金を奪うっていう、結構シンプルな、ロブがね高いからそれを生かして他の人からガンガンお金を奪っていこうって感じです、はい、で、まあ、ジャッジメント足が遅いんでこの中央付近からスタートしたいと思います。そう、ジャッジメントはね本当にあの逃げ切りとかされちゃうと厳しいキャラクターだから、うん、そういった意味で早めに中央へ行っとくっていうのは大事だよ。で初手ね、この追跡強化使ってもいいんで、ね、待って待って、やばいやばい、狙われて、めっちゃ狙われて、そう、クールタイムがね、勝手に溜まるから早めに使っとくっていうのはいい選択肢かな。高速ガニ股走り追跡強化、早いね。オッケーオッケーオッケー、レベル3になりました。ここにいる、ここにいるかな、いない、いや、いいか、できてろこいつ、あ、取られた、くそ。やっぱね、タンクキャラは、極天くんの奪い合いには弱いよね、やっぱり。どうしても。まあ、うまくチェーンの引き寄せとか使えるといいんだけど、射程がね、どうしても短いから。そう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 。やばい、エレクトラにめ、あ、今回、チームでやってます。あ、そうそう。ヒロさんのバックアップ頑張りますね。お願いしますよ。ルー君。全然極天君捕まりません。そう、だけどジャッジメントみたいな体力が多い、リュウジとかジャッジメントみたいなキャラクターは最悪レベルが低くても終盤戦生き残れるんで、だからそういった意味でもタンクキャラっていうのは割と強い。そうですね。ちょっとここから無理してちょっとエリート兵でレベル上げるしな。うん、結構厳しい、結構厳しい。で、こちらの体力回復バレット本当にコマに使えるんで、そう、15秒だからね、もう気づいたら溜まってるよ、本当に。
や、ちょっとこれ厳しいな。俺さ、漁夫の利狙うはレベル3までしか上がってないから、ちょっと中央付近狙って。俺もそろそろ行こうかな。あ、やばい、ネモジ狙われてる。この回転力の速さ、これが強いね。ちょっと今体力回復するわ。これ本当はね、あの、なんだろう、伏せて体力回復する方が効率はいいんだけど、この柱の裏が結構安全ってことだ。あ、やられちゃった。嘘。まあ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 、俺を助けてくれるんじゃないのか。まあまあまあ、でも大丈夫だよ。まあでも、ジャッジメントの強さがね、より際立つから。ここからは、そうだね、もうちょっと様子見て、金庫が壊れるタイミングで近くに寝るようにして。誰か金庫壊してくんないかな、そろそろ。いや、ネモじゃまずい。あ、そうだね、ネモは本当に怠慢が強いから、できるだけ喧嘩は売らない。そう、最近修正が入って、ネモじが本当に最強の怠慢キャラになってきたと思うので。エレクトラとかな、みんなギャングスキル溜まってるから、うまく適当なキャラを打ってお金落としてギャングスキルを貯めておきたい。お、逃げた。ほんで逃げていく。ヒロさんなんか誰か一人からお金落とさせられない。ちょっとギャングスキル貯めたい。あいついけそう。お金落とせ、金落とせ。ナイス。いや、このロムの高さがね、魅力なんだよ。やばい、ヒロさん死なないで。この回転力。ナイス。ああいうね、一発が重いキャラクターは、体力を緑ゲージまで入れておくとね、バリアが張れるので、できるだけ体力は緑ゲージ以上を保っておきたいですね。攻撃回収。1位になったんだけど、大丈夫、早くない、ちょっと1位になるの。大丈夫。大丈夫。不安だな、やばいやばい。フルボッコにされてるけど。さあ、チャンピオンベルトをまとってこれでバリアが張られている。逃げます。周囲敵だらけだから。逃げます。スローが入っててね。ちょっと高低差を生かす。高低差、なるほどね。高低差を生かす。高いところにいるとエレクトラのギャングスキルとかが当たらないから、高いところにいるっていうメリットはある。ただみんな来てる、みんな来てる。100万あるからいける。100万あるからいけるよ。100万あるからいける。さあ、あ、追跡強化、足を速く。あ、もう遅いけど。どうです？エレクトラに結構持ってかれてたけど、多分2位ではあるかな。あ、2位かー。エレクトラじゃなかった、リュウジか。リュウジか、なんかね、みかんちゃんの声が聞こえたから、不吉なことはね、ちょっとね、予感してたんだけど。いや、残り3秒ぐらいまでね、本当にね。でも2位、1位だった。いや、惜しかったね。てか、30秒ぐらい粘ったってことだから、そうです。普通のキャラじゃレベル4で30秒は粘れないよ。いや、無理っすね。あんだけフルボッコにされてね。それを踏まえて、やっぱり一番右のね、追跡強化も強かったんだけど、今の場面ね、マネーガード惜しかったね。マネーガードの、マネーガードって何がいいかっていうと、なんか体力が上がる。ライフのステータスが上がるマネーガードがあるから、それ積んでればね、ちょっと今の1位だったかもしれないね。こういう感じのやつでね。体力上がるやつどれかな。あ、これがおすすめかな。あ、あとこれ SR があるから、SR でも大丈夫ってのは偉い。じゃあ俺 100% じゃん。強っ。そう、SR が 80% なんだけど。うわ、残り5秒。これ 100% はね、ちょっと。いいよ。なるほどね。ジャッジメントだもんね。ジャッジメントママだもんね。確かに、ジャッジメントジャッジメントかだもんね。うん。まあ、これも絶対相性いいですよっていうことでね。うん、いやー、でもジャッジメント本当に強かったんで、本当にこれおすすめですね。いや、30秒、エイム自体30秒生きるって本当過酷だからね。でかかった。本当に。うん。まあ、今のでもね、実際2位取れたし、本当に下手したら1位取れてたかもしれないんで。はい、こちらね、ぜひぜひ使っていただければなということで、最後にね、また宣伝したいんですけど、はい、はい、こちらね、ファミツアップにてエイムズの攻略記事出してて、うん、こちらね、非常に参考になるものと なってますので、ぜひぜひね、見ていただければなということで。そうですね。あと、ディスコード、うん、はい、こちらもね、ファミツアップの公式ディスコードで、エイムズのチャンネルっていうのかな、あれ、そうそうそう、ページっていうのかな、ありますね、うん、ちょっとわかんないけど。その辺があるので、まあコミュニケーションも取れるし、なんかわかんないことあれば聞いてもらって、さらにチームも組んだりもできるので、うん、はい、ランク1のね、ランがあったりとか、そう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 、VC つなぐところとかも結構、うん、どんどん機能がね、拡充されてってるんで、うん、そうそうそう、あと時間があればワンチャン僕らともできますということで、うん、はい、ぜひぜひよろしくお願いしますということで、はい、はい、今回はね、この辺で締めていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた、バイバイ。バイバーイ。